どうもこんにちは、リュウボンです。デッドライジング4、イエーイ、続きをお願いします。どうしようかね。しょうがないね、スプリットショットの方が。ちょっと待ってね、たまにあれどっか上から落ちてきてね、多分上から板がね、どんどん落ちてくるって。あ、これ強そうだね。でね、手榴弾が落ちてねえかなーと思ってすごく期待してるんだけど、全然ない。やっぱ近接が今ちょっとなくなりかけてるので、で、手榴弾があると俺が持ってる、びっくりした、びっくりした。いや、今音楽ね、びっくりしたのはね、なぜ？え、持ってんの俺。あ、持ってんだ。あれ？あ、ごめん、間違えた。まあいいや。本も。作戦。まあまあだな。OK。そして、こっちはもうできない。あれ？ん？あの日の鉄拳を。フラッシュグレネードでもできる？あ、できるじゃん。すげえ。やった。俺、フラッシュグレネードなら。ね、もうなくなったけど。オッケーオッケー。フラッシュグレネード使わねえよ、あんな。よし。うわー。何があるかを先に確認しよう。火炎瓶、ショットガン、回復。はあ、これいるわ。さあ頑張っていこう。行くぜ。でかい。パワーマー来た、ゾンビが。そういうことね。顔は見えんが、切れてるのはわかる。あ、うん、なんだ、特殊だ。俺はただ、ゾンビちゃん、いい子だから、いい子にしてろって。いった、マジか。進化型。ちょっと待って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 。普通のゾンビだって今頃お前はコッパみじんだぞ。オッケー、勝った勝った。さすが近接やな。まだいんの？あれ、いっぱいいる。いいぞ。そりゃねえだろ、冗談だろ。うっそ、ノク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 、ダメ。組みついてくるぞ。吐き気がする三つどもえだぜ。やめろ、他の奴らが怒り出しただろうが。叫んでる。よし、死んだ死んだ死んだ。どこにいる？いる？進化型。あれ？あ、もう死んだんか。オッケーオッケーオッケー。オッケー。どうやら、はあ、なんとか助かったみたいだな。楽しかった。ロットさん、私の名前はダイアン・ブラックバーン、オブスキリスの研究主任です。お会いしたいの。ウエストリッジまで来てください。ほう、オフレコはなしだぜ、ブラックバーン博士。48時間以内にヘリコプターで避難したいと ZDC に伝えてください。代わりに情報を提供します。できることはしよう。だが、もう少し
興味のある話をしてくんねえかな。アウトブレイクを引き起こしたのは私たちじゃないわ、ウエストさん。何年も前からここにいたんだから、ある科学者の話を聞いたことはない。名前は博士、ブラックバーン博士。何かあったな、こりゃ。よし、ちょうどだった。おう、する。そういうことか。フラグさん、カリビアン航部の海賊船に市民が捕まっているみたい。バカなことをしでかしてないか確認した方がいいわ。面白そうじゃないか。お、どうしたどうした。よしよし、見えない全然。とりあえず、あれ、クリスも殺し、いいね。ええ、俺殺したの。よし、んどこ行った。バグってない。ほら、よしよしとか言ってるもん。いい感じだ。ほらマジで殺してはいないよね、俺。それだけは気になるな。やった。バグってる。あ、来た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 。ば。すげえ。すごいね。よし。生存者を助けるときに、エンカウンターが発生しましたみたいに出てくるんですよ、本来は。それが出てきてないんで、ただのキモいバグっていうね。いやー、ないわ、まあ、俺バグ嫌いじゃないけどね。前のね、まあ、今までの実況で、いくつかいろんなとこで言ってますけど、プレイヤーが不利になるバグが腹立つ。うん、で俺はこのゲーム実績全解除は今のところ考えてないので、で多分あれで例えばバグっちゃって全ての生存者を助けたみたいなのがね、取れないとかいうことが起きても、まあいっかな今のとこね。ん、何だ。すごく爆発したね。で、サイコパスはここか。ちょっと遠いよな。ちょっと行くか。今回サイコパス行こう。そんなことあるの？なんだよ。あ、火球。あ、でも RPG もあるね。うおー！びっくりした。ちょっと待って。ちょっと待って。一回落ち着かせて。車あるね。OK。 そして合ってるね、方向。ここに行けばいいらしいですね。ほんと？うん、違ってた。こっちだ。
あれ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 、このまま行ったらだって行けないやん。噂を調査せよ。さっき俺が出てきたところでしょ、ここ。ダメだよ。ちょっとサイコパスよくわからんので。気持ちいいなぁ。うえあれ RPG でやられてんだね俺。あれ RPG でやべえ。死んだ？あいつ一瞬で死にやがったの。だよね、RPG。 まったく。でストーリーにするか。あのちょっとね、今なんでやめたかっていうと、これがあ船だからやっぱ上か。本当に今から行って会えるのかどうかが、まず地下から行っても微妙。これ多分モールの中だねこれ。うん、で誰々に会えとか言ってんのがこっちなんだが、あこれ行くか。一旦普通に攻略していきますか。車はあれだな。でまっすぐ行って1、2、3番目、まっすぐ行き1、2で3、まあっていうか一番突き当たりを右と。気持ちいいね。歩道広いではないかってやつね。ゾンビに対して降参しろとか言ってるこの人頭おかしいね。もう明らかにね。え？どこどこ？やりよったな。しょうがねえな、助けてやるよ。なんかちょうだい。私はシェルターに向かうわ。あの日の鉄拳だって。あの子何やってんの、あんなとこで。ほら、あ消えた。なるほどね。で近接がちょっと取れないが、近接はそうもう普通に捨てれて、あの日の鉄拳で、ああいう生存者バンバン助けないと、購入、シェルターで購入できるアイテムが、一向にね、解除されないんで、手榴弾とかね、買えないとかなり不便なので、でちょっとね、多分あと1レベル上がれば、確か。ちょっと待って。いやいや、動いたはいいけど、ここでしょ？だから、あ、いいね、いいね、いいね。うん。そうそうそう。ゾンビのある方、ある方に導かれてきたんだよね。やべ、見つかった。ちょっと待って。そう、ここを右。イベント？ほんと忙しいな。どこ？
嘘どこ、まあいいか、正直わからん。いいね、気持ちいい。検問してる、検問。おらボケー、こんな状態になっても検問なんて、自衛官、え、横断歩道渡れよバカ野郎横断歩道渡れよバカ野郎ってめっちゃ面白いなそれ。あったあった。え、おとなしく下しく従って黙るか超楽なんだけど。あれ、OK、 どれどれ、ガラスナックが済むなんて思わないでくれよ。もういい。よし、調べなかった。で、OK。で、これがちょっと面白そうだな。いらない近接は？あんまないんだがな。ちょっとこればっかり持ってても意味ないので、ガラスナック。うわーすげえ、すげえ強えなこれ、ほぼ一撃やん。なんか今生きてたね一瞬、体ちぎれても生きてんのかこいつら。わーおいるねー、よし、くそー遅かったか。いいねー強い。ただこいつら縦半分に切られても生きてることがあるからな。あった設計図。アイスチェーンガン。わかったぞ。スノーコーン。あった。スノーコーンメーカーと、スノーコーンメーカーとメカ。メカ。何がある？あ、いや違うな。これだ。で、一旦、そして、すげえな。ガラスナックルは持てるから持とう。問題はこれだよな、スプリットショット。 RPG も微妙っちゃ微妙なんだけどな。いっか、アイスチェーンガン面白そう。氷属性の強化をねもうしてあるので、いいね。で俺様のスポーツカーを、でもこれはあれだな、到着、あ、ハンドリングすげえいいわ。良すぎてちょっと変なことになっちゃった。ちょっと待ってね。で、ぐるーっと曲がるのね。
あー、あの車があるね。気持ちいい。この辺だと思うけど、まだだ。ここだな。だね。オッケー。通れないようにやってる車両で。アイスチェーンガンやるぜ。それでよいしょ。さあどうなる。おお、なんか すげえな。面白い。おお、いいね。あ、これはナックルの技か。あ、これいいね。なるほどね。まあ、こんな感じだね。言っても、そんなにものすごい強いかって言ったらそうでもない。適当にバー打って、で、ほらーっつって。やる。まあ、面白いって感じですね。ゾンビの凍結の時間が一応長くなるスキルがね入ってるので、うん、そのおかげでね、まだ凍ってるやつらがいたけど、あ、今解除されたね。あ、35だ。レベル35来て、確か近接武器が1個ね追加されますね、あのスロットが。これは素晴らしい。いいね。ナックル武器耐久性が高い気がするな。かっこいい。さあ、当然サバイバルの、あれ35でしょ、ん、あ、40だったっけ、うん、食料。ああ、なんか勘違いしてた。オブジェクトを調べるとき一定確率でレアアイテムや余剰スクラップを発見。ちょうだい。うん。これは、コンボアイテム作成時、一定確率で。うん。お金いっぱい欲しいね。スニークキルね。対人間相手で必要になってくるなっていうのはね、前のミッションで分かった感じですね。あ、遠くからスペシャルエネルギー発見。へぇー。楽しそう。うんうんうん。あとは3つ。ちょっと取りすぎたかな。受けるダメージを低減。これは最大スタミナがさらに。あ、総合スタミナと最大スタミナが 25% アップ。うん。これちょっと。OK。じゃあ、今回はね、こんな感じにしていきたいと思います。これなら声をおしまいにしようと思います。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。金拾いながら、またな。